食らってるように見えるけど、まあ技一個一個はそこまでではないという。空中白攻撃、クエン重りをジャストシールでベクトル変更を間違えさせるようなジャストシード2つダッシュで固めてシードメイク。今キャラ相性に切れる男はまだ5、全然関係ないから試合に関係ない。勝ち負け、これはジュイサーがしっかりたどり着いてクエル、今のはかなり強いセビクエル、肘引いただけだ。さあ火力勝負、肘2つ、弱弱なた落とし、勝ち負け漏らしに行くあれかと思いましたね、稲妻落とし。そうね、あれ結構確定するキャラが増えたんで、まあ人型の方が割れるって聞いてますけどね、基本的には。クエル空を狙っていく。さあ大ウェイのフルフラッシュですよ、バナナさん。いいね、ギリギリ決戦に至らない。大使って逃げ、ジャンプ先に空中しろ。ロボットでバルテハドやんないかもしれない。そうそしたら誰でやんだろう、ちょっと待って。さあ寿命が弱弱なた落とし、 75% で寿命を迎えたくないが、ピカチュウとは違ってコンボが入りやすければ、小足小足中足ジャック置いて、これは潮流が出るけど大丈夫。掴みはしっかりガードキャンセル処理取れるもの取りますと。ウエル、さあウエルはしっかりガードキャン掴み、あまり大きい一発が通ってないのがチキン選手としては苦しいか。肘上強化の勝利でギリギリ激戦になったね。まあ、前作はもう俺は使う側だったから、ね、もう関係ない。始まった、始まった。これは判定でクエンを逆に出して、ジャストシールド、オート振り向きシステムからの今のは。でもオート振り向きが逆になんか、うん、オート振り向き、うん、でもあれ釣りですからね。一回攻撃先に押してると逆方向出しますけど、うん、結局次の段から振り向いてくるから、うん、反応するとガード解除に次の2回目刺さたりするそうですね、釣り行動。後ろ投げ、撃墜を先に取れればパーセントレースで負けることはない火力を手に入れている剣ですが、大外まだ撃墜はしないが、これはまずいんじゃないか。片目が怖すぎる。おー、ガード解除にしっかり。デイジーのジャンプ戦車にはならないが十分火力、美味しいぞ。うまいからのエーパー、エーパーエーパーが見えましたけど、なんか同じ技がね、同一コンボ中に2回見えましたよね、今ね。いいんですか、これ。回避割り込みのタイミングが、しっかり読み合いになってる。なんかマジで格ゲーのこうダブルアップじゃないですか、補正切りじゃないですか。そういう感じです。しかもこれは、中小流しっかり。なんだ下気温と竜巻か。下気温と竜巻ですね。竜巻ちゃんと、こう、足元にも暗い判定あるんですね。ですね。この先結構ね、浮き技とかは下段かわしたりするんですけど、うん、まあ下段の概念ないですけど、ね、あれ下気を吹かすこと多い。外変更、今日からの今の受け身展開は熱い。当たれば一足がない。武田選手の運が良かった分も少しある。読み勝っていたのは黒の方。これは上強、当たり方がいい。少し有利状況を作ることができた武田。前投げで外出して、今のアイディア黒選手の崖がりとっさに判断した。反応の武田お見事。まだ若いと武田選手見てしっかり必殺が出る。空中に取られると空中前攻撃が1、つかみをかわして最大を。そんなレシピがあるのね。こわしこわし中足、怖いぞ怖いぞ。横スマッシュ確定。いい選択肢ですね。はい、危ないところでしたが来たぞ。おっと、わあ、これは繋がらず、セービング飛ばされて崖外。なるほど、これはなんとか掴んで、まだナタから後ろ空中、うん、重いけどこれはあーっとしっかり、はい、そこに着地は、ここはうまく軌道をずらした。あー、ジャイアントパンチ、先ほどと同じような位置関係、そして、はい、当てていったのが光選手。そうですね、はい、あー割れてしまった。稲妻かかと落とし、運んで運んで運んで、一文字蹴り展開でしたが、しっかり拾って 63%。シュワー、ここ拾われて竜巻、竜巻、おおおこれがね、しかしそんな中でダメージしっかり取り返しているのは、ね、桐原選手、はい、55%。 あとは復帰阻止とかで、ね、さあつけたいんですけど、阻止してんのは武田選手なんだ。空中で打つ針からはちょっとまだ繋がらないという、しづらそうですね。はい、さすがに
ああ、勝利とは対応力も完璧、武田選手1ストック同士、そして 49% 若干ダメージ不利なの。おーっと、ジャットから掴み、後ろ投げ、後ろ投げは上から来たぞ、これは回避していた、緊急回避通って、あ、天井が出そう、やっちょ、あ、危ないところ、かかと落としまで繋がっていたんですが、さすがジャンプ逃げたいところ、勝利いやいや